最大値を出すための、そのチームの最大値を出すことが一番強いに決まっているわけですよね。でこの最大値を出すために、一番重要なのは何かっていうと、オシムさんがその時にジェフに来て判断した、こう何にも縛られない自由ではないかと考えたわけです。自由という言葉で、このサイクルの説明がつく。自由だから楽しい。 楽しいから面白い。面白いから人が集まる。だから強いっていこのサイクルに入っていけるんじゃない。つまり、全ての根源には、これがあると。